はい、どうもシャープです。フラットです。弟です。それでは本日からテーマパークシャープフランドを作っていきましょう。やっていこう。やっていきましょう。今回はシャープフランドを作るために大規模な埋め立てをしたいと思います。やっていこう。で、範囲はビッグに210マス ×210 マスです。でかいね。でかいよ、改めて聞いても。で、湧き潰しをしないといけないので、地面を置いてランタンを置いてカーペットを引くので、約13万個のブロックを使用する予定です。海の上に湧き潰しした埋め立て地を作っていくと。埋め立ての今進捗なんですけど、今は地面を作り終わってランタンも置き終わっている状態です。大変だったね。大変だったよ。ここまでで大変だったよ。じゃあちょっとまずはみんなに見てもらおうか。そうだね。視点変えます。おー、シャープだ。ちょっとね、弟視点が初めてだからなかなか難しい。やってこう、やってこう。あ、ぴょんぴょんしてる。やっぱり棟梁の視点の方がやっぱ実際にテーマパーク作るとなると、うん、見やすい動画になるかなと思って。まあそうだね。さあ、ここが埋め立て地です。いや、でかいな。でかい。先見えない。これ地面光ってるんだけど、ここにランタンがあるっていう、こんな感じで置いてます。そうだね、地面にランタンが置いてあって、その上にカーペットで蓋をすると。すでに地面を引いてランタンも置いてあるんでね。そうすごい綺麗だよね。いや、もうすごいよこれ、うん、もう言い過ぎでしょこれ。恐ろしいよこれ。お、灯台登ったら綺麗に見えたね。見えるね、うん、今もう途中までやっちゃってるんだけど、これが、まあ、縦かける横が 210×210 マスなんでね、うん、全体がね。見えるかなこれ、黒い線が書いてあるんだけど。あ、ちょっとズームしてみるね。お願いします。あ、これこれこれ。おお、あ、フラットか。210×210 の中に9個の正方形があるんだよね。70×70。まあ、これ9個のエリアに分けて、それぞれテーマごとにメリハリつけて作っていきましょうと。今、シャプフラメンバーの中でいろいろ案を出してて、まだちょっと確定ではないんだけど、一応今出てる案としては、一つ目がロンドンみたいな街。まあ、時計台があって街があるみたいな。うんうん、で、二つ目が中央に広場は必要だよね。はいはいはい。欲しいよね。広場にはやっぱり噴水だとか、はい、まあ、メンバーの銅像とかそれは欲しいわ。あってもいいんじゃないかなっていう。で、あと、まあ、海のエリアもあってもいいんじゃないかなっていうんで、はいはいはい、まあ、そこにやっぱりゴーイングシャップフラゴ、海賊船を作りたいなと思って。海賊船は欲しい。だから船作るってやっぱロマンじゃない。ロマン、ロマンだ。今回のこのシャップフランドはやっぱりロマンだったり、ファンタジーを詰め込むから、ね、ロマンファンタジーがテーマだからね。そうで、4つ目がお化け屋敷。あ、いいね、うん、定番だ。5つ目がもうこれもメインかな、シャープフラ城。ここで言ったら多分一番真ん中になるのかな、これ。5つ目が、まあ、水の都みたいなの作りたくて、うん、まあ、綺麗な街並みに、まあ、水路が、はい、まあ、船で移動するようなところ、うん、そこにまあ水族館だったりとかもあってもいいんじゃないかな。あ、綺麗だね。7つ目が雪の世界、まあ、これちょっともうばっくりしたイメージなんだけど、はい、うんうん、ちょっと雪のゾーンもあってもいいよねっていう。そうね、まあ、四季折々といったところ。8つ目がちょうど城の裏ぐらいになるのかな、うんうん、まあ、ちょっと裏山欲しくて、まあ、ちょっと裏山だとあんまパッとしないから、まあ、まあ、なんか火山作ろうかな。そうね、裏の山に火山が、まあ、そう裏山はやっぱ火山。火山の上空には、まあ、空に浮かべたいんだけど、これ世界中をね、うん、もうこれもロマンよ。いやー、ファンタジー溜まってんだロマンが。で、ここの爪がアマゾン。とりあえず自然欲しいよねっていう。ちょっと木のエリアとか少ないよねっていうんで。確かに。アマゾン。この9つで作っていこうかな。で、今進捗なんだけど、今フラットが走ってるところは、あの、明かりの上をカーペットで埋めてるんでね。この埋まってるところが9分の3あって、で、残りの9分の6、はいはい、埋まってないから、これを埋めていきましょう。了解。了解です。よし、集合。カーペットで埋めていきましょう。カーペットにすることによって、このランタンの光が、まあ、透けるから、そうそう、まあ、敵が湧かないんだよね。そう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 。今回は一旦一区画できればいいかな。あ、そう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 。そういえばこじたつ忘れてたわ。あ、今日いないん、ね。そう今日いないっていうの忘れてた。今日ね、こじたつ都合悪くて、あの、参加できなかったけど、もちろんね、こじたつもここまで一緒に手伝ってもらったから。そうだね。ね。ね、みんなでやったからね、歌いながらね、夜中に。夜中にね。ずっとサザン歌いながらな。海を埋め立てながら津波聞いてんだもんな。そう津波立たなくなってるのにな。なんかエモいわ。まあね、こういう作業みたいなところもあるけど、まあ楽しみながらやっていきましょう。はい。大体やっても4人で何してても楽しいわけだから。4人でやってれば。まあ確かにね。なんかさ、あの、クリエイトモードみたいなのがあってさ、うん。それで
結構建築してる人多くない？そう、多い、ね、多い。シャプフラゲームズの恐ろしいところがさ、サバイバルモードでさ、こんな広大なさ、土地使ってさ、あのランド作ろうって言ってるところがやべえのかなって最近なんか気づき始めてて、うん、そうね。でなんかクリエイトモードってさ、なんか空中にも浮けるしさ、うん、そうそうそう、なんか素材とかもさ、好きなだけ使えるんでしょ？そうそうそう、無限だからね。俺らもだってさ、これだって13万個ぐらいのブロックさ使うよってなってさ、それ13万個全部集めるところから始まる。大変だったよねあれ。とんでもないよ本当に。なんで誰一人もマイクラ知らないってのが厳しかったな。違うモードの存在を知ってもさ、誰もそっちにしようって言い出さないってね。そうだ。なんかもうみんなで何としてでもサバイバルモードで作るのだみたいな流れになったねこれ。まあそういうちょっと意地もありつつ、うん、まあそれも楽しんできたよね。まあ、そうだね。やっぱさ、敵がいる世界じゃないとさ、まあ確かにね。ね。いやそうよ、やっぱやりがいがね、張り合いがないからね。忘れていた目を閉じて、ちっちゃ だけかよ。頑張れ。え、来た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 。後ろ向いてないから分かんないぞ。おお、後ろ向いてないから分かんないぞ。お父さんも来てるぞ。そうなのか、分かんないぞ。え、いい、後ろに行けない。おお、いや黒い線だ。こんなに嬉しいことないよ。やったやったー、いやーお疲れお疲れお疲れ。これで9分の4、4つ目のエリアが埋め立て終わったね。これで次の動画ではまた4人、うん、小じたつも合わせてね、4人でみんな揃って、うん、まあ、実際にシャープフランド建築、うん、まあ、できるようにしたいので、まあ、ちょっと見えないところでこれ埋めとこうね。みんなで頑張りましょう。まあでもとりあえず1個埋めたってことでちょっと息抜きしようかね。そうだね。じゃあ息抜きで音符ブロックで遊ばない？音符ブロック、音符、音が出るやつか。そうそうそう。レッドストーンがさ、いっぱい集まったからさ、石をさ、集める過程で。それを使って、木材と合わせるとなんか作れるらしいから。やってこうか、じゃあ、うん。家の方でやる？オッケー。よし、じゃあそっちまで移動だ。ひょん！じゃあこの音符ブロックでの曲の作り方なんだけど、置いたところによって、こうやって音変わるらしくて、鉄ブロックの上だと、こんな感じでちょっと、音色が変わる？ああ、ほんとだ。木琴っぽくなったね。そうそう。そうね。今回は、まあ、鉄ブロックで、曲作ろうかなって思ってて、これをなんかレッドストーンとか使ってのカイロをなんか作るらしくて、カイロ、ちょっとあんまりよくわかんないんだけどね。科学的な話になってきたな。、うん、これでこのレッドストーンリピーターっていうのを使うと、リピーター、うん、これを使うとちょっと音をずらして鳴らせる。え、これでなんか曲を作っていく。ずらして、これずれてんのよ。若干ずれが同時にはなってないね。あ、うん、なんか動くよこれ。あ、そうそうそう。それをつまみを、それがなんか一番感覚があるやつで。お、本当だ。本当だ。あ、うん、これでテンポ変えていくのね。なるほどね。音階は？音階はこれなんか殴るとなんか右でね、右クリックで殴ると音階がどんどん高くなっていくっていう。なるほど。本当だ。なるほどね。なるほどなるほど、分かった分かった。じゃあさ、せっかくだからさ、うん、シャップフラゲームズでさ、いつも流してるさ、うん、あのエンディング、エンディング、あー、あれね、あれを、そうそうそう、あれ作りたいな。作りたいね。あー、なるほどね。タラ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 ラか。あ、そう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 、うん、タタタラタララよ。結構大変だね。タララタラララタラララタララララだだだだよ。そうそう、それそれそれ。息抜きって思ったけど結構大変かも。そうだな。どう、フラットこれできる？まあ任せてほしい。やるだけやってみましょうか。やるだけやってみようか。結果がどうあれ。そうそうそう、まあ息抜きだから、まあ、ちょっと完成度にはそんなに期待しない。期待しないでもらいたい。そうだね。いただいて、まあ、ちょっと一緒に遊ぼうみんなでね。そうだね。我々シャープとフラットだからね。そうだよな。じゃあ音楽にはこうちょっとゆかりがあったりなかったり。めちゃこっち見てしちゃったりなんかして。イエイ。うちの大惨事であるフラットはピアノが弾けるからね。さすがだわ。なんかハードル上げるんだ。よし、完成！完成！ありがとう！まあ、ちょっとね、2オクターブっていう制限があったから、うん、まあ、完璧には再現できなかったかもしれないけど、ね、まあ、ある程度雰囲気は伝わるものできたんじゃないかな。できたんじゃないかな。確かに。結構大変だったね。息抜きどころじゃなかったよね。本気だったよ、みんな。はい、というわけで今回はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
いやよかったね、すごい。いやーよかった。お疲れ。すごいいい曲できたよね、本当に。ね、僕頑張ったよ。何これ、え、なんかあんのこれ。弟がまた通り落として、うん、とんでもない装置を。なんだよ。屋根がないのよ、この牧場は。うん、それによって豚さんに雷が当たるとこれになっちゃうという。え？え、じゃあたまたまここに雷が落ちたと。見事に全員ゾンビピグリになったの。そんなことある？と屋根を作らなかったおこたりの棟梁の、まあ、面目のないところがあって、だってね、弟くんがまたすごいの作ろうとしてるんじゃないかとか言って感動しちゃったもん今。面目ね。